愛子さんが今日の放送でね、ついにエクソードマンにね変身するっていう、いやーかっこよかったですよね。パッケージ見てもね分かる通りね、コミックを元にねデザインされたライダーで、まあ、戦い方とかもねすごいコミックみたいな感じで、アメコミみたいな感じで、ね、めちゃくちゃかっこよかったですよね。まあ、ベースになってるのは最高さんが読んでたアメコミみたいな、ソードマン X だったかなみたいなタイトルのアメコミが元になっていて、まあ、それがねもうそのままワンダーレッドブックになってるみたいな形なんですけど、まあ、それにね感化されて、まあ、2000年前の正義とは今の正義の形が違うっていうことで、まあ、こういう現代に合わせたね変身を最高さんがするっていう感じでしたね。いや昨日も言ったんですけど、僕最高さんすごい好き でしかもねその最高さんにそのヒロイックなね要素が追加されたっていうことで、本編もすごい面白かったので、今日は早速これで遊んでいきたいと思います。それではレッツゴー。はい、まずはパッケージ見ていきましょうか。こんな感じですよ。まあ、さっきも言った通りねすごいこうところどころねアメコミっぽい感じで、ここが一番アメコミっぽいかな。こう小回りがされてたりとか、こうカラフルなね色分けと、あとはスクリーントーンとか集中線みたいなとかエフェクトとかね、いろいろこう書いてあって、こういうところとかめちゃくちゃねコミックベースな感じが、あこれかっこいい、最高のシャドウですけど、こんな感じでパッケージもねすごいかっこいいデザインですよね。でしかもここに見えてたりするこれね変身ページとかも、こんな感じでアメコミっぽいね小回りみたいな感じになってるので、あーでこれが最高さんのエクソードマン状態。いやーこの姿もねめっちゃかっこいいですよね。これなんかに似てるんだよなと思って昨日ちょっと調べてたんですけど、スパイダーマンに出てくるエレクトロっていうね敵キャラがいるんですけど、エレクトロにねすごい似てる。皆さん検索してみてください。スパイダーマンエレクトロって検索してみてください。まあ、そんな感じでねいろんなアメコミ要素を取り込んだワンダーライトブックっていうことなので、早速開けていこうと思います。じゃあ画面切り替わります。せーの、はい、ということで見ていきましょう。デラックスエクソードマンワンダーライトブック、こっちが本体のね仮面ライダー最高さんなんですけど、今回はねもう剣の姿から剣士に戻るって言ってね、2000年前に剣士から剣の姿にね変化して最高じゃねえかって言ってたんですけど、またねそっから剣士に俺は戻るって言って、このねエクソードマンワンダルドブックを作るっていう感じでしたね。じゃあ最高さんちょっと後ろに置いといて、これ開けていきましょう。そうそう、後ろ側にはねいつもの通りこんな感じの遊び方が書いてあって、まずは最高さんに変身して、でそっからブックをセットして、でそれをプッシュすることで開くと、でゲットオールカラーズエクソードマン、これねいやかっこいいよね。こういうボディの部分もなんかこうスクリーンとかあられたりとかエフェクトがかかってて、あとめちゃめちゃカラフルでね、すごい派手派手なライダーっていうのがまた登場してね、見た目がすごいかっこいいですよね。でさらにねページがたくさんあって、エクソードマンパワフルでエクソードマンワンダフルって言って、こうどんどんねページが開いていくっていう、そのね要素もすごい面白いですね。じゃあ開けていきましょう。いやユーリはねやっぱめちゃくちゃ好きなキャラクターだったんですけど、まあ先週までのねちょっとわけわからん感じから、トーマのね角度覚悟をこう知ることでね、まあ自分もすごいこう現代に馴染む形で覚悟を決めたのかな、形でこう剣士としてねまた戦おうっていうことで、すごい広い国わー待って、めちゃカラフル、すげえ、そうそう、ユーリがねヒロイックな感じになったのが僕としてはねすごくいい流れでしたね。はい、ということでじゃーん、これです。エクソードマンはなるべくでかいし、あとこの色味がとにかくすごいな。手に取ってみましょうか。よいしょ、はい、取り出しました。じゃーん、これがエクソードマンワンダルライトブック、でかいね。あ、すげー、この見た目めちゃくちゃいいじゃん、かっこいい。あー、これがね表紙ページですね。いや表紙ページもだけど、このすごいなんかトゲトゲしいというか激しい、もう激しいデザインがめちゃくちゃたまらないですね。これサイズはどうなんだろう、今までのねワンダレッドブック、こういうでかいブックと比べると、あーでもちょっと同じくらいかな。このちょっとだけこういうエフェクトかかってる集中線みたいなのが入ってる部分だけ、その分だけちょっとでかいって感じか、はみ出した感じが。で厚みもそんな変わんないね、若干こっちの方が分厚いですけど、いやこのページ数、この何枚もねページがある割にはそんなに変わらないんだ。でもね手に持つとすごいボリューム感があってね、かっこいいっすね。でさっき見たエクソードマンの表紙こんな感じで、武士っぽいね見た目の、なんだろう、ライダーみたいなヒーローみたいなのがいる、これはなんか見た
満状態のサイコさんに似てる感じですね。まあこれに寄せてるのかサイコさんが。で周りにはこんな感じでババーンとね集中線が入ってて、で色味はオレンジとグリーンの2色なんですけど、めちゃくちゃ明るいね蛍光色って感じで、すごいねもうザおもちゃって感じなんですけど、それがねすごいこうアメコミっぽい感じも出してていいですね。ページを開くとこういう感じのページになってて、全体的にねスクリーン灯みたいなドットがかった絵柄になってるんですけど、エクソードマンがいて、いいねこのシルエットとかもかっこいい、ちょっとライトに照らされたような感じのね見た目がかっこいいですね。中のページもこういう感じでトゲトゲしいデザインになってて、コミックのねコマだったりとか、あと吹き出しの部分とかをイメージしたこういうトゲトゲしいデザインになってるのかなと思いますね。じゃあもう早速音声を聞いていきましょうか。いきまーす。あ、これならないかも。あ、ならないですね。じゃあ音声聞いていきましょう。じゃあまずプッシュ音声を聞いていきましょう。いきまーす。おお、結構鋭いね剣撃の音がしますね。もう一回。鋭めの剣撃音が鳴ります。でページを開いてストーリー音、この辺はいつも通りかな。エピソード1、すべての色で戦え。そうそう、すべての色で戦え。今回はなんかね全色フルカラーみたいなのがこのエクソードマンのデザインになってて、まあ、ライダー対してもすごいこうカラフルなねデザインになってて、緑とか黄色とか赤とかねたくさん色が使われてるっていうことで、まあこれも多分アメコミがねフルカラーだからそういうのをイメージしてんじゃないかなって思いますね。すべての色で戦えっていうのもねそういう意味だと思います。じゃあもう一回押します。エピソード2、俺のすべては腕に行く。あ、これでエピソード2で腕に行くとか3で足に行くとか、それも今聞けるのかな。これでエピソード3、俺のすべては足に行くですね。本編でもやってた腕に行ったりとか足に行ったりとかっていう戦い方をそのままねストーリー音として聞けますね。もう一回押すとエピソード1に戻った。すべての色で戦え。よし、じゃあもう早速変身しちゃいましょう。じゃあ早速変身していきましょう。変身手順としてはまずサイコさんのこの状態に変身した後で剣を引き抜いてね、引き抜いたここにこのワンダーレッドブックエクソードマンを装填すると。いきまーす。デザイン、いやこれめちゃくちゃかっこいいじゃん。本当にねアメコミっていう感じのねページ
殺技が鳴るらしくて、一旦ページ落としてからそれぞれねボタンを押す回数で必殺技が鳴るみたいです。じゃあそれぞれやっていきましょう。まずはとして、じゃあ1個目エピソード1最高カラフルからやっていきます。いきます。これが一つ目の最高カラフルですね。で、もう一回押すと開くんだけど、一回閉じてからやりますね。一回閉じて、今度は二回プッシュ。最高パワフル。もうこれが最高パワフル。だんだんとこう効果音が大きくなってますね。じゃあ三回プッシュいきます。最高ワンダフル。最後はライダーキックみたいな感じで。楽しいな、これめちゃくちゃ楽しいですね。まあ、とにかくね、見た目もこの最高さんの見た目と合っててすごい楽しい。これはね、今後の活躍と、あとはね、来週には RKF も登場するので、それで遊ぶのね、また楽しみですね。まあ、個人的にはね、この最高さんがそういうヒーロー的なね要素を手に入れたっていうのがすごい嬉しくって、まあ、まだまだね、あの、なんだろう、見よう見まねの、ほんと漫画読んだまんまに待たせたなとか、あの決まったみたいな感じで言ってて、まあ、そういうね、こう身を見まねでやってる感じがまた可愛いんですけど、そういうね、ヒーローっぽいところを、あの、サイコーさんが